どうした？やっぱりバイクで行ったことを忘れてちょうだい。何のこと？あんたを好きって言ったのよ。え、何？返事なんて求めてないわ。ほんとムカつく。対象外なら無理にでも意識させてやるわ。あんたみたいな男でも好きになる女子が地球上に一人くらいいるって言ったわよね。それが私よ。残念だったわね。うまくなれ、うまくなれ、うまくなれ。相変わらず空気やばいな。おはよう。このミネに家まで案内しろって言われてる。子供相手でも何話したらいいか浮かばない。このガマガエルいりますか？いらないいらない。そのガエル下に置いて。じゃあ下に置いて、このままアンヨは上手ごっこする。待って待って、歩かせないで。向こうに逃がして。じゃあ飲み物を注文しようか。それは何の飲み物？赤くて綺麗。これはジーズニにグミの実を3週間漬け込んだナストイカ。一口飲んでみる？私でもまだ早いみたいはずだったのに。こいつがとんでもない企画を黙って出したのよ。で、何の企画を出したんですか？メイド喫茶。は？僕はね、夢だったんだよ。可愛い女の子たちにメイド服を着てもらって楽しそうに会話してるところを写真に収める。もう企画変更もできないし、どうやって人を揃えたらいいのか。メインの子はぜひピンク髪で。俺の中の何かが目覚める。エロ装備を着たセラを見て鼻血を出さなければセーフだ。ちょっと待ってください。そんな。カウツ君、君はこれからたくさんのエロ防具を見ることになる。うん、今回は体勢を高めるための試練だ。試練なーで、うん、いくらなんでもこんなもの切れるか、このバカ者。うわっ、男金払え。断れ。毎月毎月懲りもせず、しつこいぞ親。家賃回収に来てんだから足りめえだろ。魔界ナンバー2の我が貴様のような小娘に金を払うなんぞありえんのじゃ。頼んだ覚えはない。こんなボロ屋誰が好き好んで住むか。家賃など払う価値もないわ。じゃあ出とけ。ながらを見てるともうすぐ帰れる気がするよ。そんな大げさだよ。でもさ、秋先生が言ってただろ。ほら、僕たちはもう。あんなの気にしなくていいよ。前に病院の先生が言ってたんだけど、おっぱいのでかい女の言うことは絶対に信用するなって。それは栄養がおっぱいに。もういいよ、大丈夫だから。赤くなった。許せゆず。いや、息が楽に。タマコさん、ずっとずっとこの大きな胸が悩みだったんです。だって背よりもこちらばかりが成長して体中の養分を吸収しているかのごとくで、着物も似合わないし太って見えるし、肩は凝るし、さらしは暑苦しいし。お兄ちゃん、わたち欲しいな。そなた意外とちょろいの。どこで覚えてくるんだ、ああいうの。わたち、お腹ちゅいたな。な、うだ。待ってろ。笑え。あんたの見返したいって気持ちはよーくわかるけど、卑屈にしてたらまず無理だから。あとゾフィアは、わけのわからない自己演出をやめろ。じゃあ、お前はどこを直すんだよ。は？私はありのままで問題ないでしょう。可愛いし頭もいいもんだから、偉い人籠絡しまくりで評価はより確実になるわね。悪魔に見えてきた。ほら、ここに乗れば僕の方が大きいよ。本当だね。お客様、現金の方をお渡しいただけると。どうしたんだろう、風間さん。
サイコはのも美味しい。うん。あ、でもごめんなさい。全部食べちゃったわ。こっちの味も美味しい。わ、我慢した。私だってやるときはやるのよ。本当か？私も。お隣さんの物音がちょっとね。それ言った方がいいですよ。アクション！誰か先生のこと噂してるのかもね。教え子に手を出した挙句、部屋にも連れ込んでるって。いっぱい食べてね。先生、おいしい？そっか。昨日の私とどっちがおいしい？こりゃあかん。ちょっと休憩。ああ、この体勢なら楽だ。このままレンジャーの字探そう。ああ、リホフラ。あなたは一体何者ですの？バカ野郎この女！その人はリホさんといってさっき会ったばかりでして。そうなんですの。よかった。それはエロシーンです。そうやなくて、どういうことをしとるん？どういうって。そうだ、京也くん、ちょっとそこに座って。うん。え、しのあき？動かないで、じっとしてて。これくらい大きくなるんやね。うっそ。飯もまずくなる。てめえら、いい加減にしろ。そんなだから彼女の一人もいりません。あ、そんなクソブス連れて歩くくらいなら無心に連れて歩きます。すごいじゃん、ママ。こんな可愛い子どこで見つけてくんのよ。じゃあシワシワ入れてくれます？若い子ばっか構うんじゃないよ親父。ちょっとごめんなさい。 It's a trap! 似た。ちょっと離してよ。大丈夫、もう逃がさねえ。行くぞシータ！マーク！大丈夫ですよ、コミさん。あれは多分、その、何か勘違いが。僕、コミさんの友達になってもいいよ。はじめに、天地創造があった。万能の神は、すべてを作りたもうた。光、水、大地を作り、そしてそこに住まう生き物を、動物たちを作ろうと思ったけど、面倒になって下請けに出した。マジックアイテムがゴロゴロ転がってる。なんだろう。値打ち物か？ずいぶんくたびれてるな。あ、そこリモたちのトイレ。うわっ、間違えた。外が全然落ちてねえじゃねえか。どういうことだよ。消化できたら魔力に変えるのが普通。それより金次、お腹すいた。どいて、私が次に電話するわ。ああ、てめえイカれてんのか。黒にしていじめてよ。椅子に座って話すとよ、疲れねえぜ。飲み物もサービスしとくぜ。またいつでも来てね。あいつも腹すかせてるだろうな。ライアちゃん、ん？おかわりしてもいいですか？いいよ。お邪魔してます。今日は3人で川の字で寝ようね。実は
あなたに話さないといけないことが。あ、やばい。そういうのじゃなくて。アナグマさん、最高だな。ヒゲマッチョ、いいな。ごまかせた。ミコト全然胸ないのね。まあ男ですし、でも私より細いし、肌も綺麗だし、それはそれで。ん？男の子！私より細いじゃない、私より美人じゃない、どういうことなの？姫様、大丈夫ですか姫様？私特性から頑張らないと、コミさんのために。おっと、一の一上がり選手出遅れてしまった。だがしかし芸術戦隊をゲット。頑張ってください。ルーグ様、朝ですよ。起きてください。起きないといたずらしちゃいますよ。ルーグ様、朝ですよ。起きてください。ルーグ様、起きないといたずらしちゃいますよ。では娘はもらっていくぞ、カスティ。今頃気づいたか、この娘を籠絡し一緒になれば貴族の仲間入りってわけだ。一緒になる？ということはレイジ様と。嬉しいですわ。おい、俺は悪役だからときめくな。何するんですの。俺の味方するなって。プランがめちゃくちゃじゃないか。私はプラン通りですわ。なんだこれ、紐？いや、下着だ。なぜこんなところに。カモミールティーです。温かいうちにどうぞ。つけてないわけはないよね。でもアリスなら。飲み終えたらベッドに行きましょう。マッサージですか。そう、足湯も加わって効果も倍増だったり。トレントに寄生された部分はない、どこにも。くすぐったいですね。まさか。いや、可能性はゼロではないか。抜くだけでもいいから。俺あげるから、とっとと帰りな。はいはい、今抜いてあげますからね。こちらに座って。今回は助かったけど、次はわからない。私もわけわかんない。でもだからこそ見ないふりした方がいいよ。お、脅された。今回は助けてやる、次は殺す。いつか相談できるかな。ミーコー、2組の子締め殺したって本当？殺してはいない。宗教国家サラバエル、全住民が同一宗教に入信し思想を統一された国家である。はじめまして。こんにちは、神様です。じゃ、手はず通りに頼むよ。ほら、間に合うかしら。先生ならきっと大丈夫です。そうですね。
うわ、紙がない。そうだ、隣に入ろう。見てる。紙あるかな。でもまあ、やっぱりお化けなんていないってことだよね。そうそう。もうトイレも一人で行けるね、ジャック。みんなの前で言うなよ。いや、いるよ。何も聞こえない？何かいるよ、この部屋。え？耳鳴りの原因の大半は、ストレスや寝不足らしいよ。助けてくれ！説明は後でする！追われてるんだ！かくまってくれ！早く！なこと急に言ったってよ。天井裏はどうだ？アダムッピー、どこにいるの？バイトミー。やっぱりさくらさんだ。一人で来たのかな。なんでコソコソしてんだ私。なでしこがいないとなんとなく気まずい。あ、なでしこに聞いたんですけど、さくらさんも原付の旅好きなんですか？りんちゃんも好きなの。この間のキャンプで見て。西日本、東日本、海外編。ああ、ルグちゃんかわいい。母上、これくらい自分での。いいえ、これは母親の仕事です。絶対にルーグちゃんには渡しません。大きくなってだんだん私を頼らなくなってきたルーグちゃんを、こうしてまた世話をする日が来るなんて、まるで赤ちゃんの頃に戻ったみたい。やっちやっちやっち。楽しそうだな。父上、助けてください。こら、ミミ、そこ。こら、ミミにやりすぎ。ふーん、葵そういうこと言うんだ。そりゃ、こら、ミミミ。これで参った。やっぱりかなわないな。ビジ、あの威圧感、あの目、あの鼻、古見さんのお母さんに間違いない。やだ、翔子の友達。どうも、はじめまして。翔子の母の古見修子です。永遠の17歳です。また帰ってないだと。俺はお前らに継承させるつもりはない。なんでだ？お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。はぁ、てめえ何赤くなったんだ。どうすんだよこの空気を。よ、すまん。ジャン、夕日のせいだよ。みんな赤くなってるからさ。じゃあまあとりあえず泣ける映画でも見て、実際どんな風にマヨネーズが出るのか試してみねえとな。お母さん、そこにも行かないで。お母さん。それにしてもこのことって子役、泣く演技上手ですね。ありがとう。寝不足で頑張ってたからな、無理もねえか。髪食っちゃってんだ。お、完全に熟睡コース入ってますね。かわいいね。なんです？よし、ただでいいぞ。ダメですよ。お代は払いますわ。あなたはいい加減勢いで装備を手放すことを自重なさらないと。そうだな。少しお願いしてもいいですか？そのおみ足で僕を踏みつけていただけますでしょうか。いや、思いっきり踏みつかるんだ。カオツ君には刺激が強かったか。ホーリオー。東京から一人旅。すごい、そこまで。わかっちゃうのよ、あたし。あの、どうしてこんなすごい占い師さんがこんな狭いお店で。
で結局旦那にも裏切られてさ、ほんとついてないわけ。私そうだったんですね。お母さんは早く孫の顔が見たいです。誰と発言を許す。はい、ルーグ様にはまだ早いと思います。それともタルトちゃん、あなたが代わりにルーグちゃんの子供を産んでくれるんですか？はい、もちろん産んで差し上げます。え、ルーグ様が望まれるなら早くないかもです。母さん、タルトをからかうのはやめてくれ。え、ちょっとだけですよ。いいの？ありがとう。おいおい、怪しい茶つきは勘弁してくれよ。狼同士のカップルレベルになるとやることもえげつねえな。ジャヒー様。ん？私、人間界に来てたくさん食事をとってまいりましたが、ジャヒー様が運んでくださったこのお料理が一番おいしゅうございます。ドルジ、そうかそうか、どんどん頼め。今日は我のおごりじゃ。ありがたき幸せ。ひーちゃん、そしてゾンタ君です。同じ名前だ。似てるし。後でタオルもらおっか。おっぱい見るときだけいい顔するよね。暑くなってきたな。もう夏だからな。これはあなたのですか？これはあなたのですか？持ってないよ、こんなの。母は十数年前に卒業しました。え、来てたの？そのおかげで二人はこの世に生を受けることができたのですよ。図が高い。母、騎士が道を塞いでいるそうです。迂回路もあるそうですが、ここを通るわ。え、あの、それがしは、おっと、通行料だ。通りたければジャッペリル置いていくがいい。なぜ？それがしが、そう来たいからだ。でも、いざヒューマンの街。目立つ。僕も大概だけど、何その格好。侍ですよ、侍。ミオも新しい服か。元のままでもよかったのですが。でも似合ってるよ。似合ってるよ、似合ってるよ。これでいきます。そう、失礼いたします。お背中流します。お客さん、東京の人なんですよね。いいなあ、都会って何でもあるんでしょ。八太郎くんでしたっけ、あの僕の給仕係。はあ、褒められるぞ、なかなかできる子だって。あれ、泥田坊くんにお願いしてもいいですかね。え、朝も食べに来るつもりか。そうだ、私がお金出すからお風呂作ろうよ。風呂？そこまでしてもらうのは悪い。いいよいいよ、私も使うんだから。ベッドはシングル？一つだけ？うん。じゃあ明日買ってこないと。それじゃあまるで俺の家に住むみたいじゃないか。あなたの家に引っ越すんだから当たり前でしょ。Thank you.
あら、誰かと思ったら取引先に君がいるなんて。大学ぶりね。あ、あなたの部屋に泊まったのが最後だったかしら。先輩のこと忘れちゃった？痛いのは嫌だよね、お嬢ちゃん。これから恐ろしいローナの拷問が始まるんだ。拷問って一体？カツ丼食うか。いただきます。まこと残念だよ。素直に話せばこんなごちそう食べられたのにぜよ。どれ。なんと飼い主そっくりだな。まったく。表現力。どれが誰か名前を出さずともすぐに分かった。表現力ってやつの俺バージョンやってみ。面白かったら考えてやらなくもない。表現力って食えんの？よし、みんな教科書開け。初めてだというのに、こういう時は どうしたらいいのか皆目見当もつかない。あれ、布団別々。おやすみなさいませ。一緒のお布団が良かったですか？ダメですよ、私なんて初恋だってまだの乙女ですよ。そういうのは結婚するまでお預けです。最近は母上が気に入っちゃってなかなか話さないのよ。まあ最初戸惑ってた友恵ちゃんもお母さんがもう一人できたみたいだって喜んでるからいいけど。いいわよ、入って。ちょっと変な気回さない。玉彦様、私たちに赤ちゃんができた時もお参りに来ましょうね。ん？これ、みどりさんに渡してあげなさい。猫。バカか。下がってるわね。それも開けろ、ファイド。命令だ。開けろ。今は。おはようございます。あ、ごめん、着替え中だった。巫女全然胸ないのね。まあ男ですし。でも私より細いし肌も綺麗だし。それはそれで。ん？男の子。私より細いじゃない。私より美人じゃない。どういうことなの。毎度毎度たった1週間でどうしてこうなっちゃうの。先週私があんなに綺麗に片付けたのに。見なよ、そこなんて小さくてヤバい子たちが集まってパーティーやってるよ。放っておけ。奴らは単に見かけが不快なだけで僕のピアノの邪魔はしない。誰かと違ってな。これ、木村君がボツ食らった金属も溶かす超強酸液を吐くヤバい生物だよね。なんで連れてきたの？
胃液が強すぎてストレスで胃に穴が開くと本体も溶けちゃうからリラックスさせようと思って。一緒に景色を楽しもうよ。何やってんだ急に。ノエラ、ナイスとメイト。ダバイ、私の負けだな。いらないって言ったでしょ。誰がこんなもの。おいしい。湯上がりの一杯どう。うまいだろ。全然。カシャ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 コショ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 。今何やってんのうちら。気持ちいい言葉をささやかれるとお耳って嬉しいらしい。気持ちいい言葉か。あ、好き好き。何好きだよ。チューキチューキ。お前頭いかれてんのか。スピード出しすぎんな。無茶な気がするなよ。クーラーつけててもあっちいな。うちたねころちゃんのブランド T シャツ渋谷でしか買えないはず。ああ、東京いた時に買ったんだけど。ええ、名古屋人なんじゃ。ああ、俺春に東京から越してきて。東京の方とはつゆ知らず。クソなめだし。何してんのやめて。ちゃんと水着着てきたのよ。さ、早く泳ごう。今日が雨ならよかった。晴れの日の失恋ほど痛々しいものはないよ。男だって話したのか。したよ。うん、彫刻家ってやっぱ筋肉すごいんですね。立ち直り早くねえか。あれやっとろ。ご苦労様でしたにゃ、白エチ。ありがとう、班長。でも、解決ってわけでもねえんだろ。あれあれ、白エさん聞けないね。パンツ見る。着る。おはようございます。おはよう、ずいぶん早いね。おばあちゃんおはよう。ルーリさん、おはようございます。おはよう。あんた、リオンがいるのを忘れとりゃしないかい。うわー、やだ、何やってんの私。着替えてから出てこい。キリ、髪をすいてたもん。食べろフレデリカ。あんな姿を見られてはレディの名がすたるのじゃ。誰がレディだよ。そもそも寝ぼけて半裸で徘徊してるのが一番問題だからな。誰に聞いたのじゃないで。笑ってる。もしかして泥棒。泥棒だとしたら私が何とかしなきゃ。お母様絶壁だから私も多分見込みない。そう泣くな、立てるか。今だ、捕まえた。おやめろ、離せ。離さない。あなただって矢の力が切れたら先に何をするかわからない。
未来君はサキちゃんに何もしないよ。だって本当にずっと好きだったんだもん。ナス使わないし。うん、使ったとしても変な使い方は絶対にしない。そのくらい好きなの。そこだけは信じてあげてね。はあ、がっかり。やっぱりダメみたいね。待ってくれ、もう一回。この中で偽イツキがいるとしたらあるかもしれない。昨夜の怪我の跡が。ちょっとダメ、何してんのよ。あった、こいつが偽イツキだ。ところでこの部屋ベッド2つしかないんだけど、普通は主に譲らない？若はミオと2人きりでも手を出さないほどの奥手。ここは一つ仕掛けてみるかの。ではどうぞお好きな方に。わかったよ、ソファーで寝るよ。よーし、度胸試しだ。度胸試し？ちょいとマリーの着替えでも覗きに行くか。でもまずくない。なに？気配を消すくらい何でもないし、このくらい余裕。お前バカ。じゃあ一つ。 D さん、ん、過去に修行から逃げたのは事実。今さら虫のいい話かもしれませんが、今一度戦いを教えてください。お主もようやく使命に目覚めおったか。おじい様、リンは嬉しいございます。でもどうやって取れば。手本を見せてあげます。必須技能よ、マスターしなさい。魔法力を手足に配分し、触れてる箇所を制御すれば登れるわ。すごい。何を、先生危ない。危なくないワニパさん、そんなざまではあなたも。下原ちゃんに振られてきてみれば、見慣れた先生のエロスもシーンが変われば新鮮味があっていいものだね。うわ、裏道お兄さんだ。本当は来るつもりなかったんですけど、同期にメガネ叩き割られて、来ないと実家に僕の名義でアニメキャラの抱き枕大量に送りつけるって脅されて。それはやんね。三次元の女性に興味は一切ありません。解散。あなたたち随分楽しそうね。木戸先生、もう授業始まってるわよ。すいません、でもサボってたわけじゃなくて。大体保健室に私がいなかったら職員室に来なさいって言ってるでしょ。失礼しました。アーデル、どうかされましたか。チョコレートパフェはどこだ。もう帰ってしまったのか。何気に。あら、ごきげんよう。どうかされましたか。アーデルハイド、俺と結婚してくれ。じゃあちょっと教えてあげるからやってみなよ。はい。ちょっ
っとよくわかりませんね。あれ、あ、どうしました？つらい、才能がつらい。ラブチューンベラチューン、ラブチューンベラチューン、大好き小林さん。ラブチューンベラチューン、ラブチューンベラチューン、大好き小林さん。おお。そういえば友達と買い物行くって言ってたな。いえ、まあ、はい。で、何買ったんだ？服とかです。じゃあな。はい。古見さんの着替え、古見さんの肌、コミさんの水着、さあ、どんな姿を見せてくれるの、コミさん。コミさん、ちょっと水着買いに行きましょうか。え？あの、これってもう確定だよな。今日や、ご飯の準備できたからそろそろ。へえ、思い切ったことしてるじゃない。あ、いや、そうじゃなくて、これはその、早く降りてきてよね。貫之も待ってるんだから。何怒っとるんやろ。ところで、坊ちゃん、あんたすっごい本読んでるのな。創刊号から揃ってるし。ああ、見るな。そういうことに興味があるんだったらさ、私が相手してあげよっか。は？いい匂い。嘘に決まってるじゃん。本気にしちゃった？してない。はあ、肩こるな。胸重すぎ。貧乳を捜索してエマに付与。これで肩こりから解放されるよ。貧乳好きな人も割と多いし、よかったね。それ本当？うん、僕は巨乳の方が好きだけど。早く戻して！乗るのバカだ！遅刻したらその分お肉がたくさん食べられましたのに。甘いぜ、サトコ。この致命的なリーチの差でお前の肉は全ていただく。僕もカボチャを焼いたのをいっぱいいっぱい譲ってあげますです。カボチャ。監督に伝えとくよ。サトコはカボチャが大好きだーって。おいしい。おいしいから食べてみてくださいな。まあ、はしたない。これだから最近の若者は。いや、やめたまえ。人が見ているじゃないか。すみません。よよい。誰か止めてくれ。いいぞ、兄ちゃん、脱げ脱げ。いいから出してるわよ。ポップコーンと飲み物はこちらですよ。マスター。ハンターは男ばかり。これではつまる。男女不平等。そんなのはどうだ。野球系の素晴らしさを知りなさい。できた。飛躍、何にでも変身ドロップ。どこからどう見てもジャヒーだろう。我ながら天才。なんて格好だ。胸元がスースーする。こんな格好で出歩いているなんて、奴は天才だ。ほら、競争しよう。ちょっと待ってよ。カロリーがすり減る。負け。あれ、どうした？競争は？やっぱ花と一緒に行こうかなって。ミコ、私のこと好きすぎない？嫌われてるんだよ、二宮君。知っとるわ、そんなもん。いいか、俺は凡族との無駄な馴れ合いは好かん。普段の俺ならば素直にお前らを見送っただろうよ。だったらどうして？
そこにただ飯とただ酒があるからだ。ただ飯とただ酒ほどうまいものはこの世に存在しない。そんなに落ち込まないでください。2位でも素晴らしい結果ですよ。私を理解してくれるのはヌルさんだけです。これはサラさんの家の。あんたね、鬼受け付けじゃん。誰が鬼だ。こら、吸血鬼冗談でしょ。いや、それがそうでもないらしい。お、町見えた。町に入るのはやめにして、この辺で野宿にしない。お前は大丈夫だ、安心しろ。狙われるのは年頃の美女ばかり。お前は対象外。いったー。あ、スマホ買ったんですね。風間。はい。スマホでメールってどう送るんだ。嘘でしょ。双葉ちゃん、桜井さん、何見てるの。別に何も。ちょっと雲の画像を。わかりやすいな。アリスは毎日そのメイド服で飽きないのかい。新しいのを支給しようか。いえ、毎日変えていますよ。え、紐だったりレースだったりフリルだったり。ご覧になります。下着の話じゃなくて。でも見せてるよ。いや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 、ヤトラ君はウブだな。はい、男性2名ですね。そっちの方も男性ですよね。そうよ。もしかして女装はお断り。いや、案内します。なんでボールは転がった後ちゃんと止まるの。実はこの前、空気抵抗という言葉を知ったん。そしてその後に摩擦という言葉も覚えたん。昨日食べた摩擦を食べたん。やっぱりこの話はやめとくん。うちは摩擦のことしっかり理解できてなかったみたいな。そっか。風に吹かれることによって木々は幹や根を太くし、力強く生きようとします。自身の粘膜で身を包み、乾燥に耐える両生類がいると講義で聞いたな。カンガルーは水分を蓄えるため汗をかかなくなりました。逆境が帰って動物や植物を強くする。人知を超えた大自然の力だな。オタクどもめ、これ君に。スマホを持ってないんだってね。ハヤトから聞いたよ。だから特別にこちらから支給する。とにかくまず最初にグループトークに入ってもらって。今なんて。私いらない。それはそのどういう意味なんだろうか。つまりこのスマホのデザインが気に入らないのか、それとも参加したくないという意味。みんなの応援で銀河系アイドルの僕を先輩に立てて。そしたら秋葉ももっとパーティー魅力的なハンバーガーのメイクの街になるよ。おいケトラ、何が秋葉で一人総選挙祭りやってんだよ。みんなもアイドル党同士の僕に金一票を。投じません。第三の立候補は受け付けておりませんので。ほらほらほら、この変態マザブタ野郎、癒しい声で泣きなさい。甘ったれてんじゃねえよ。もっとください、女王様。ほら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 、もっとゲミた声を上げるんだよ。ハチハチ、ありがとうございます。やびー。カーツくん、お疲れ様。お疲れ様です。今日は風が強いですね。そうだね、気持ちいいね。カオツくん、骨と鼻血が出てるよ。母なる大地、海、空よ、ありがとう。カオツくん、おはよう。すごい美人だ。さすが進学校、美馬進学校。お、なんか悪いことしたかな。僕
くイラつく刺された。一体誰に、誰に、この感情は。好き、猫の耳をしたあの子好きだ。くそ、何なんだこの宿。おい、ここから上に上がれるぞ。一人で行ってください。この宿の従業員だろ、プロ意識見せろ。プロただの高校生バイトっす。次はこっちの耳してあげるね。こういうこと言ったら喜んでくれるのかな。ふぅ、えひ、お耳拭き、これも定番。これはハマっちゃったらダメなやつかも。も？ハルコちゃん、表面や面白さだけで男を選んじゃダメよ。見た目とか愛嬌だとかそんなもの、その魅力に反して将来的には一切何の役にも立たないの。ハルコちゃん、どうか無駄な苦労はしないで。そしてミミミは部員みんなにきちんと謝った上で退部届を出した翌日に入部届が受理された。ミミミのひなみへの感謝と尊敬と嫉妬の入り混じった気持ちはたまちゃんのおかげでだいぶ緩和されたようだ。その分セクハラ度合いが以前の3倍増しになった気もするけど。おい娘、見て俺。どうじゃ、わしの方がたくさん倒したと思うじゃろ。えい、私の方が活躍しましたわよね。こっちだ。若様、判定してこいや。綺麗だな。カフも。勝ちね。さっき夜中にサンタが来るから昼寝するっておっしゃってましたよ。いいえ、絶対このタイミングじゃないでしょう。適当なところに寝かせるぞ。よいしょ。っそんな雑な。いいんだよ。触らないで。その手の小芝居は相手見てやれ。科学文明作った後ならいくらでもドキドキ純情少年してやっからよ。あ、全然ダメだったミジンコパワー。そうですね、あれ絶対にカメラマン狙ってますよね。思い切って振っていくことが大事だと思います。お前変なことしてないよな。この間の写真もさ、私もまだ着れた。間違えました。忘れてください。行き場のない彼らは解放してもまた略奪を働くだろう。村の安全のために殺さざるを得ないけれど、僕のお母さんは言った。損を恐れず人を愛し良いことをしてほしいと。あの、この目の前のどうしようもないことを覆す。お金で解決できませんか。全然すぐ来なくていいわよ、ロリババア。言い忘れたが、ロリババアというたびに中くらいの不幸が起こる呪いをかけとるからな。あのガス、なんじゃこれって、いわゆる博打なんじゃ。下品な言い方じゃな。優雅に知的遊戯と言わんか。博打じゃん。もう大切なこと教えてくれるって言うから期待したのに。まあまあ、カッカするでな。次もう一回、今度こそ。二人でウィルに何を教えているんですか。コミさん、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 コミさん。やだ、コ
美さんが美しすぎてトリップしちゃってた。いけないいけない。この色、ツヤ、匂い、間違いないわ。これは古見さんの髪の毛。よし、今日こそ古見さんを私のものに。じゃない、落ち着くの、落ち着くのよ、ヤマイレン。プレートの文字が読めないの？あ、すみません、読めないもので。リオ？個別指導の件で伺ったのですが。よく来てくれたわ。待っていたのよ。失礼します。今ちょっとだけ散らかってるんだけど。はあ。おはようございます。おはよう。ぐっすり寝てたわね。変な匂いしません？そうね、何かしら。シーツの中かしら。これは第二次成長期の男性に起きる一般的な現象で、副交感神経が優位になる睡眠中は抑制作用が弱まるため。今度から私にお申し付けください。どうしてこうなった？なんだこの状況、なんで我慢大会になっているんだ。しかし熱いな。ゾルタンの夏は熱い。少しは温まったか。おう。不足したマサを周囲より吸収いたします。何ですかこの二人は。ちょっと何やってんだ。止まれこのポンコツ。ポンコツではありません。しゃらくさいわボケ。いい加減にしろ。私を捨てるなんてとんでもない。警告します、捨てないでください、捨てないでください。どこぞの痛い女みたいなことを言い出したぞこいつ。あのさ何やってんのこれ。エレベーターの回数ボタンをある順番で押すと異世界に着く。スラオならそんな話聞いたことあるんじゃない？あれ、おかしいな、今までこんな暗いことなかったんだけど。閉めて。こわ。ごめん、回数の順番間違えたかも。寒い、冷えるね今夜は。もうすぐ雪が降るとロブさんがおっしゃってました。通りで。さあお手をどうぞ坊ちゃん。いやそこで暖取らないから、そもそも触れないし。えい、どう、冷たい？濡れてしまいました。 あら、キリニャンさんったら。あんなこと言ってますが、試験の結果をすごく気にしてたんですよ。年明けに湖で松ぼっくりを投げて願掛けした時だって。本当？あーにゃ。ちょっと何よその顔。あっ、頑張るよ。当たり前よ、うん、あ、見て見てこのケーキ、すごい可愛くない？ラスト1個だって。じゃあ私は隣のモンブラ、あの端っこのシュークリームで。私は森のクマちゃんお散歩ケーキください。助けー。温めて、風邪ひいちゃう。ウォルシュさん、おかわりは？ああ、もらうよ。愛してる。寂しいなぁ。マーカー先輩はおモテですね。マーカーがモテるんじゃなく、俺がモテるんだ。人それぞれってこと。納得いかねえ。で、どうしたんだよ、その顔。酒場でちょっとね。私のことをラクダ顔とバカにした男を殴ってやりました。もしかしてデスパーさんって弱いのか。失礼な、失礼すぎる質問ですよそれは。あのね、俺父親、親になったこともない奴が偉そうに語るんじゃねえよ。私にも妻子がいましたよ。え、お前も逃げられたの？本当にいい父親はどちらなんでしょうね。分かったようなこと言いやがって、あの野郎よっ。ベーケ、そいつ大嫌いねんで、そういう距離感。サンキューメローロ、
ネロールは頼りになるな。ああ、こら、逃げるな。何をするんですか、いきなり。私を誰だと思ってるんですか。落ち着け、サイカワ。確かに、サイカワのお前の唾液は俺の両手にべったりくっついたが、それを後で楽しみつつ、綿棒で採取したりなんてしない。はい、探偵さんかと思ったら変態さんでした。こっちは、この一挙手一投足に1週間分のヌードルちゃんがかかってんだ。ロックって嘘だろ。私、Kが大変苦手でして。ああ、カニですね。ストップ、口にしないで。なんておぞましい名前。この事件、私にも手伝わせてほしい。猫を探したり、財布を交番に届けたり。事件に大小は関係ないでしょ。へりくつだね。へりくつも理屈。わけわかんねえ。たく、天使も変なのばっかりだな。それにはやっぱりあなたが邪魔。邪魔って言われてもね。でも神になるのは僕だ。それはないよ。あ？最悪、私のパートナーに殺させるから。そんなに幼く可愛らしいのに特級だとしたら、可愛さが特級なのかもね。俺とジャンヌは相思相愛の仲だ。寝言は寝ていえ。ほら、よく見てみろ。俺とジャンヌはすでにこういう関係だからな。あんなに夢中でがっつくなんて。そんなに俺の血が美味しかったか。無意識にこんな印を残すほどに。平成数字同士一気苦し。平成数字同士